はい、こんにちは。やばい質問していきましょう。前回お伝えしたポイントはですね、問題を形から解くということをお伝えしました。文法語彙問題なんですが、まずはこの空所に入る形はどんなものかってことをちゃんと理解していく必要があります。じゃあ、形とは何なのかってことをもう少し詳しくやっておくと、まずは品詞ですね。まあ、英語の形の代表格は名詞、動詞、形容詞、副詞、まあ、前置詞などみたいに、まあ、その言葉があるわけじゃないですか。だからこの問題文でどんな品詞が入るかということを特定できれば答えが出るわけ。これは結構多い形式なんだよね。で、他にもいわゆる熟語、など要は形というのは単にその品詞だけではなくて、こいつとこいつはもうよくセットで使うねという熟語ももう一種の形としてフレーズで考えてて構いません。はい、じゃあ今回はこのね問題にどんな形が入るかってことを詳しく特定していくんですけど、じゃあ実際ね問題文の選択肢を見てください。 Ask, Do, Talk, Do, Listen, Do, Thought ということで、これは全て動詞ですよね。じゃあ、すべてこれ動詞という同じ形なのだから、結局は訳で決めるんじゃないのって皆さん思いがちなんですけど、動詞といってもね、実はどんな動詞なのかって言って、さらに細かく形が分かれるのかと思います。自動詞、動詞。まあ、要は自分だけで行動できる動詞。他動詞って相手を必要とする動詞というふうに形が分かれるんだよね。はい、だからこの空所には自動詞が入るのか他動詞が入るのかみたいに、さらに形の判断で攻めることができるから、実際問題見てみましょう。ミスター田中は空所には動詞が入って気づこうはだというふうに直後に人を問いますよね。つまりこの空所には、直後に人を取ってもいい、ね、目的語を取ってもいい、特に人を取ってもいい動詞が入るというふうに形がさらに限定できるよね。はい、じゃあそれで選択肢を実際見てみると、こいつ、アスクから直後に人を取ることができます。アスク、人、を、物。人に物を、はい、求める。求めるというふうに使えるんだよね。現に他の選択肢を見ていくと、はい、トークっていう単語はこいつは、ね、トーク to だとかトーク with だとか、ちょっとに前置詞を伴わないといけません。で、リスンに関しても、listen to、はい、そして think に関してもthink of, think about などのように、直接人を後ろに取ることができず、前置詞というのを挟む形式になっています。このように同じ、品詞に見えても実際ね、こうやって使われる形が違うんだから、そこから判断すればいい。あともう一点、じゃあ、前回これもお伝えした単語だけじゃなくてフレーズで覚えようねっていうね、この表現を一つの型として知っておくと、今回は直後に for help というふうに助けを求めてという表現が来ているから、はい、このようにあらかじめ ask 人 for ものっていう形を知っておけば、君たちはこれを見た瞬間にね、ask 人 for help、ね、同僚に助けを求めたというふうな意味も一発で分かるけどね。はい、だからこのように第1回の問題では、ね、前回お伝えした英語はね、これね、どんな問題であってもまずは形から攻めてみようと。はい、形というのは品詞、そしてこういったフレーズっていうものをしっかりと当てはめていくっていうことをまずは考えてみてください。以上です。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。